吉田さん、おはようございます。億万長者になってね、いろいろ気がつくことがあります。といっても別に私ね、億万長者になったわけじゃないんですよ。億万長者というタイトルがついてるから、たまにこういうキーワード使いますけども、まだまだ全然でございます。資産的にはものすごく小さくまとまることを目指してましたんで、私そんなにね、札びら切ったりとかはできないです。ただまあまあ、安定した暮らしっていうかね、身の丈に合った暮らしは送れるかなと思うんですよ。小さくまとまるって感じですよね。まあ、大きく広がるよりも力量に合わせた人生を送ろうと思います。ところでですね、前回私ね、あのキットのアナイト2000のエンジンオーバーヒートしてるんですよ。それは坂道で20キロか30キロぐらいでノロノロ走った渋滞だったんですよね。で、離合するところもなかったんで、そのまま行くしかなかったんですよ。で、みるみる水温が上がっていって、煙を吐いていって、アウトみたいな感じだったんですよね。で、まあ30分ほど冷やして、また冷却水がなくなったんで補充して帰ったみたいな感じなんですけども、エンジンをねかけながら車中泊無理ですね、全然。私の場合はエンジンがでかすぎて熱持ってこれになりますんで、全然不自由でございます。だからエンジン対策、空冷対策、もっとしないといけないなと思っております。そこでですね、その話題とはちょっと切れるんですけども、吉田さんの動画で私も気づきました。何年も何年も購入者の側にいる、これではお金持ちになれないですし、やっぱりお金をね支払う側になって、ずっとなんですよ。で、そこで気がついたのは、私はね、確かにネットビジネスを始めた時って教材買いました。1日だけ買いました。1回だけ買いました。それ以来ずっと販売者なんですよ。それ以来ずっと発信者なんですよ。ですんで、ビジネスやってうまくいかない人、本当にビジネスやってるんですかってことなんですよね。例えばインターネットでビジネスするって言ったら、このうちのどれかを絶対ね欠かさずやってないといけないんですよ。毎日ですよ。圧倒的な数ですよ。例えば YouTube ですよね。 YouTube やってますかね、ビジネスうまくいってない人。吉谷さんがね、1日に40何本かの個人向けの動画を出したって言いますけども、私のタイムラインも埋まりましたよ、あれで。吉谷さんやってんなと思いましたよ。やってんなって姿を見て、再生数がね0とか1なわけですよ。なんか10時間経っても0みたいなのありましたよね。まあ、そういうのを見ながら、吉田さんはやっぱりこのスタイルだなと思いましたし、私もこのスタイルにこのねリレーでご一緒できて、まあ、光栄だなというところもあったし、私もこれをやるんですよ。私は公開限定なんで、やっぱりね40本前後の動画って1日で突っ込む時あるんですよね。やっぱそこには当然強烈なセールスも入ってます。皆さんのところからは分かんないんですけども、私は強烈なセールスかけるんで、まあ、最高額1000万とか売るわけなんですよね。ただ私はビジネスをやめたというふうな宣言してるじゃないですか。そして一部だけやってるって言いましたね。一部だけやってるのの中には、ビジネスを受けたい人向けにやってるってことがあるんですよ。だからこの公開の場で私はセールスを大々的にやることはないですけども、クローズドの場でしっかりとねやらせていただいてます。まあそこではね、まあ、今度ね一つずつちょっとずつ出していこうと思いますけど、どんな人が現れたのかっていうのを許可を取りながら、イニシャルでね、まあびっくりしますよ、こういう方を見ると、それからまあ YouTube に限らずメルマガですよね。メルマガやってますか、ビジネスうまくいってないっていう人。書いたり書かなかったでしょ、 LINE アットでもいいんですけども。だからね、毎日のように書くってことが仕事だと思いますよ、やっぱり。それが基本です。で、だんだん毎日書かなくてもいいようになるわけですよ。で、私でさえって言って、私を基準にしてもしょうがないんですけども、私でしたらこの発信量を持ってるわけですよ。で、そこそこの収入の安定があってもまだやるわけですよ。だからそれは私が楽しいってのもありますけども、でも楽しいことをやらなくてどうするんですかってことなんですよ。今勤めてる会社ね、楽しいですか？楽しいんだったら言ってください。忘年会、新年会、楽しいんだったら言ってください。楽しくないんだったら、楽しくする工夫を自分でするか、もしくは既に楽しいと思える世界に変えていかなくちゃいけないんですよ。何もしなければ不愉快な人生が続いていって、そのまんま不愉快な人生の完成ですからね。まあ吉田さんが言われたことはまさにその通りだなと思います。まあいろんなね、悪ふざけをしたりとかね、吉田さんの上げ足を取ったりとかね、やったりしてますけども、やっぱりね、吉田さんと、まあ、見てるものは結構同じですね。本当にそう思います。やっぱり私はね、自分のことを誇らしく語るのは苦手なんですけども、吉田さんが何かねビジネスに関わって、これは大きな成果をもたらしたぞっていうふうに胸を張って言える、その中の一人に私はいるんじゃないかなっていつも思ってます。まあこういうふうにね、私3年以上こんな暮らしてますよ。もう麻雀店を失って毎日ブラブラして、VSOP のうなぎパイ食べたりとかねデジカメでなんか撮影したりとかね、まあなんかわけわかんないことやってますよ。ナイトライダー買ってみたりとかねまあそんな暮らしですよね。別に億万長者みんながならなくてもいいんですけども、まあ、少なくともね、副収入5万円とか10万円っていう世界は、これはもう今の時代誰でもできますし、できない人の方が不思議なんですよ。で、なんで不思議かっていうと、お金がそこにあるのに
掴んでないっていうのが不思議なんですよ。本当にこれありますからね。お金がそこにあるのに掴んでいきましょうよって話なんですよ。まあこれからもね、そういった皆様のきっかけになるような発信を、まあこうやってね、億万長者合宿の中でやっていこうかと思います。今回はなんかすごく抽象的な話になりましたんで、まあ次回からね、もっともっと掘り込んで、じゃあどういうふうにすればお金が稼げるのかってことを毎回毎回お届けしていこうかと思いますので、お楽しみに。